今回は株式の基礎の論点について学習していきたいと思います。株式についてお話しする前に、まずは株式会社とは何なのか、株式会社とはどういう仕組みのものなのかということを説明しておきたいと思います。そもそも株式会社はヨーロッパで香辛料の貿易が盛んだった頃に考え出された仕組みです。例えば、貿易のために10億円の船を用意しなくてはいけないといった場合、これを一人で用意するのは大変ですし、もし船が海に沈んでしまったら、10億円というとてつもない金額を損してしまいます。そこで、同じように香辛料の貿易をしたいと考えている人が集まって、一緒にお金を出し合って事業を行おうとするのが株式会社の基本的な仕組みです。例えば、10億円の船を買うために4人が集まって、A さんが4億円、B さんが3億円、C さんが2億円、D さんが1億円を出資したとします。そうすると、この4人には出資額に応じて株式が交付されます。例えば、A さんには4株、B さんには3株、C さんには2株、D さんには1株交付されると思ってください。つまり、株式というのは、会社に出資したことを証明する出資証書で、会社の資産や権利を細分化したものだと思ってください。この会社は、全部で10億円の船、資産を持っていて、全部で10株発行していますから、1株あたりの価値は1億円になります。このように、1株の価値は、会社の価値を発行済み株式総数で割ることによって求めることができます。ちなみに、この4人は株式を持っている人ですから、株主と呼ばれます。さて、いよいよみんなでお金を出し合って購入した船で貿易を始めるわけですが、もしこの船が遭難して沈んでしまったら、出資したお金はすべてパーになってしまいます。これは言い方を変えれば、株主は出資したお金以上の損失を被ることはないということです。そして、もし船が沈まずに貿易が成功して利益を上げることができれば、この利益は株主のものですから、株主みんなで分け合います。ただ、もし貿易が成功して100億円の利益が生まれた場合、これを4人で25億円ずつ分けるわけではありません。たくさん株式を持っている人は、その分会社に貢献していますし、事業が失敗した時のリスクも大きいことを考えると、頭数で利益を分配するのは不公平です。そこで、利益は各自が持っている株式の数に応じて分配されます。このように、株主は保有している株数の割合に応じて、会社の様々な権利や利益を享受することになります。それから、もし事業がうまくいっていると、後から一緒に仕事をしたいから仲間に加えてほしいという人が出てきます。そのような人に対して、株式市場で株式を売ることができます。以上が株式会社の仕組みです。イメージさえ理解しておいていただければ結構ですから、これを踏まえた上で株式の基礎についてお話ししていこうと思います。まずは、株式とは何かということについてです。株式は債券と同じで、株式会社が資金を調達するために発行するものです。両者の違いを説明するために、債券について少し復習しますと、債券からは利子が発生して、満期になるとお金が返ってきます。なぜなら、債券を買うということは、その会社にお金を貸すということだからです。これに対して、株式を買うということは、その会社にお金を出資するということで、その会社の部分的な所有者になることを意味します。ですから、株主になっても会社にお金を貸しているわけではありませんから、株式から利益が発生することはありません。ですが、
会社が利益を生み出すと、その利益は会社のオーナーである株主のものですから、会社から利益の一部が配当金という形で還元されます。また、株式には満期がありませんから、出資したお金が会社から返ってくるということは基本的にはなくて、その株式を欲しいという人に対して株式を売却することによって現金化することができます。次は株主の権利についてです。株主になると、その会社に対して様々な権利を持つことになります。代表的なものとしては、株主総会に参加して投票する権利である議決権や、配当金の分配を受ける権利である剰余金配当請求権、それから会社が解散した時に残った財産の分配を受ける権利である残余財産分配請求権などがあります。次は株式が取引されている株式市場についてです。現物の株式が取引されているのは、東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所の4カ所で、それぞれ上場基準が厳しい市場と、ベンチャー企業向けの上場基準が比較的緩い新興市場に分かれています。続いては株式取引の方法についてです。株式を売ったり買ったりするためには、証券取引所に売り注文や買い注文を出さなくてはいけないんですけれども、その方法には、成り行き注文と差し値注文の2種類があります。成り行き注文というのは、成り行き任せの注文のイメージで、株数だけ指定して、いい値で買う、いい値で売るという注文方法です。基本的に確実に売り買いすることができますが、値段の指定をしないので、思ったよりも不利な価格で売買が成立してしまうリスクがあります。一方、差し値注文というのは、株数に加えて値段も指定する注文方法です。指定した値段より不利な値段で注文が成立することはありませんが、希望の値段で取引をしてくれる相手が見つからない場合、注文が成立しないリスクがあります。次は株式取引のルールについてです。株式市場は競りの仕組みで運営されていて、取引相手に有利な条件を提示した人ほど優先して注文を受け付けてくれると思ってください。例えば、株式市場には株を売りたい人と買いたい人がたくさん集まっているんですが、ここにある株式を100円で売るという人がいたとします。この時、101円で買うという人と、100円で買うという人と、いいね、つまり成り行き注文で買うという人がいたとしますと、売り手は成り行き注文をした買い手と取引が成立することになります。これを成り行き注文優先の原則と言います。そして、この後ここに101円で買うという人と成り行き注文で売るという人が現れたとします。そうすると買い手側は売り手に一番有利な価格を提示している100円で買うという人の注文が成立します。これを価格優先の原則と言います。そしてここに101円で売るという人が現れたとすると101円で買うという人が2人いますが、このような場合には先に注文を出した人と取引が成立します。これを時間優先の原則と言います。次は単元株制度についてです。株式には単元株数という取引単位が定められています。例えば、ある会社の株価が5000円だったとすると、それは必ずしもその会社の株式を5000円で買えるという意味ではなくて、もしその会社の単元株数、つまり取引単位が100株だとすると、100株単位でしか取引することができませんので、その会社の株式を買うためには、最低5000円 ×100 イコール50万円が必要ということになります。
また、単元株数を定めている会社では、単元株数ごとに議決権が与えられますから、単元株数未満の株式を保有していても、その株式には議決権はありません。また、一般的に株主優待を受け取ることもできません。ただし、配当金は単元株数未満の株式に対しても支払われます。次は株式の受け渡しについてです。株式の売買が成立することを約定と言いますが、株式は約定したその日に受け取れるわけではありません。なぜなら、株式は約定した日から起算して3営業日後に受け渡されるというルールになっているからです。営業日というのは証券取引所が営業している日のことで、土日祝日を除く平日だと思ってください。ですから、例えば25日の木曜日に株式を購入した場合、25日から数えて3営業日後、25、26、土日の27、28は飛ばして、29日に株式を受け取ることができます。ですから、株主優待や配当金は、3月31日時点に株式を保有している人が受け取ることができるという会社は結構多いんですが、この例で言うと、29日までに株式を購入した人でないと、株主優待や配当金は受け取ることができないということになります。最後は少し変わった投資方法についてお話ししたいと思います。株式累積投資、略して累投は、証券会社と契約を結んで、株式を定期的に一定金額ずつ積み立て投資する投資手法です。機械的に一定金額ずつ購入しますから、株価が下がった頃を見計らってタイミングよく株式を購入するわけではありませんが、株価が比較的安い時にはたくさんの株数を購入することができて、株価が比較的高い時には購入数量を抑えることができるという効果があります。このような効果をドルコスト平均法といって、感情に左右されず平均購入単価を押し下げることが期待できます。株式ミニ投資は、証券会社と契約を結んで、株式を単元株数の10分の1単位で売買する投資手法です。例えば、株価が3万円で、単元株数が100株の株式があったとしますと、通常の方法でその株式を買うためには、300万円のお金が必要となりますが、株式ミニ投資を利用すると30万円でその株式を買うことができるようになるわけです。ただし、単元未満の株式には議決権や株主優待はありません。ミニ株投資を繰り返して株数が単元株数に達すると普通の単元株式として扱われることになります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。